いつもご視聴ありがとうございます。本日はマツダ CX-5 をおすすめする理由10選について話していきます。おすすめする理由の他に、これから CX-5 を購入する人もいるかと思いますので、悪い点についてもお話ししていきます。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最初にマツダ CX-5 のスペックと価格を見ていきましょう。それではマツダ CX-5 をおすすめする理由を順番に話していきます。マツダ CX-5 をおすすめする理由1つ目、走行安定性が高いことです。マツダ車全体にも言えることですが、スポーティーな車が多く、走行性能が高い車が多いです。 CX-5 も SUV ですが、コーナリング性能や直進安定性が高く、安定感のある走りができます。各グレード FF の他に 4WD も選べるようになっているので、雪が多く降る地域にお住まいの方々にもおすすめできる車です。マツダ CX-5 をおすすめする理由2つ目、程よいエンジンパワーがあることです。マツダ CX-5 には3種類のエンジンがありますが、どのエンジンも程よいスペックとなっております。市街地から高速域まで余裕のある走行ができます。またガソリンエンジン車はエンジンを回して楽しむこともできます。これが300馬力超えの車だとパワーがありすぎてエンジンを回さずに終わってしまいます。マツダ CX-5 の3種類のエンジンは日本の道路環境に合ったエンジンスペックであり、エンジンパワーを使い切れるスペックとなっております。直列4気筒エンジンですが、エンジン音がスポーティーで心地の良い音が車内に入ってきます。マツダ CX-5 をおすすめする理由3つ目、6速 AT であることです。マツダ CX-5 は SUV としては珍しく6速 AT を搭載しております。ライバルであるトヨタのハリアーや日産のエクストレイルは CVT となっております。6速 AT のダイレクト感のある加速は決して CVT では味わえない気持ちよさがあります。マツダ CX-5 の MT モードはシフトアップやシフトダウンをするとき遅れがなくサクサクと入るので、 MT 車に乗っているかのような運転を楽しめます。一番安いモデルでも MT モードがついているところも良い点の一つです。マツダ CX-5 をおすすめする理由4つ目、静粛性が高いことです。マツダ CX-5 はこの価格帯の車としてはとても静かな車に仕上がっております。風切り音やロードノイズが抑えられており、快適に走行ができます。マツダ CX-5 をおすすめする理由5つ目、内外装の質感が高いことです。
エクステリアのデザインはマツダの鼓動のデザインが用いられており、どこから見てもスポーティーで存在感のある見た目をしております。インテリアのデザインはスポーティーかつ高級感のあるデザインをしております。この価格帯の車としてはトップクラスと言っても良いぐらい内装の質感が高いと思いました。少し価格が上のトヨタハリアーと比べても全く引けを取らないデザインをしていると思います。マツダ CX-5 をおすすめする理由6つ目、シートの出来の良さです。 CX-5 のシートは質感の高いファブリックシートを採用しており、固めでありホールド感も程よくあり、長時間運転していても疲労感の出にくいシートの出来をしていました。2時間程度乗りっぱなしでしたが全く疲労感が出ませんでした。コンパクトカーなどを借りるときは疲労感やだるさを感じたりしますが、 CX-5 のシートは快適そのものです。マツダ CX-5 をおすすめする理由7つ目、ブレーキ性能が高いことです。マツダ車全体的に言えることですが、ブレーキのコントロールがしやすい車が多いです。ブレーキを踏んだ分自分の思っている通りに効いてくれます。軽く踏めばゆったりと止まり、がっつりと踏めばピタリと止まります。マツダ CX-5 をおすすめする理由8つ目、装備が充実していることです。マツダ CX-5 は200万円台後半から販売されている車ですが、装備もかなり充実しております。電子式パーキングブレーキ、オートブレーキホールド、左右独立式のオートエアコン、先進安全装備など低グレードでも装備が充実しております。マツダ CX-5 をおすすめする理由9つ目、6速 MT のグレードがあることです。マツダ CX-5 には SUV としては珍しく6速 MT を搭載しております。残念ながら 2000cc と 2500cc のガソリンエンジン車には搭載されておりません。2200cc のディーゼルエンジン車のみ6速 MT のグレードが用意されております。マツダ CX-5 をおすすめする理由10点目、コストパフォーマンスが良いことです。マツダ CX-5 の良い点をここまで9点挙げてきましたが、これだけ良い点が多い車で価格が約277万円からとバーゲンプライスとなっております。エンジンパワーも必要十分であり、走行安定性も高く、静粛性や乗り心地も良く、内外装の質感も高く、装備も充実しております。これだけ総合的に見ても高いレベルの車に仕上がっておりますが、価格も安いです。他社のライバル車と比較しても価格が安くバーゲンプライスとなっていると思いました。以上がマツダ CX-5 をおすすめする理由10選でした。続いてマツダ CX-5 の悪い点についてお話しいたします。マツダ CX-5 の悪い点1つ目、出だしの加速が悪いことです。車両重量もあるので仕方がない部分ですが、信号からのスタート加速はワンテンポ遅れてから加速します。走り出してしまえば問題ないのですが、出だしの重さだけは気になってしまいます。時期型ではハイブリッド車のモデルも追加してほしいところですね。ハイブリッドモーターの力強さで出だしからトルクフルな加速を求めたいですね。
マツダ CX-5 の悪い点2つ目、視界が悪いことです。マツダ CX-5 はエクステリアのデザインを優先して作られた車なため、全体的に視界が良くないです。前方は A ピラーが太く、曲がるとき右側の視界が悪く感じました。後方視界も SUV のライバルと比べると視界が悪いです。マツダ CX-5 の悪い点3つ目、車幅の感覚が取りにくいことです。マツダ CX-5 は車幅が 1845mm ですが、実際運転してみるともっと幅のある車に運転しているような感覚になりました。悪い点に入れましたが、車幅の感覚については購入して慣れれば問題ないかと思いました。マツダ CX-5 の悪い点4つ目、燃費が悪いことです。マツダ CX-5 の 2200cc ディーゼルエンジン車を除くガソリン車の燃費はあまり良くないです。スペックから見れば優秀な燃費性能ですが、今の時代 2000cc から 2500cc クラスはハイブリッド車も多く、それらの車と比較すると燃費が悪いです。例を挙げると、新型プリウスの WLTC モード燃費は 2000cc で 28.6km、カムリが 24.3km と約2倍近く燃費が良いです。マツダ車は走りの車が多いので、燃費の良さを求める人には向かない車が多いです。マツダ CX-5 の悪い点5つ目、すべてのエンジンが直列4気筒であることです。これについては悪い点というよりは要望といった点になります。現在マツダ CX-5 の3種類のエンジンすべてが直列4気筒のみとなっております。マツダ CX-16 に搭載されている直列6気筒エンジンのグレードも用意してほしいと思いました。以上がマツダ CX-5 の悪い点5選についてでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。